はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の等比数列とその和丸6をお送りします。で、これでね、等比数列は最後です。で、次回はまた違うタイトルになるんですけど、で、今回また問題演習にもやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、また和をね、使っていくタイプの問題なんですが、上は、初項が2です。で、項比が3ですね。の等比数列について、初項から第何項までの、和が初めて線より大きくなるかを求めようっていう問題。だからこれ今初項が2で、まあ、2スタートなんですけど、項比が3だから次3で6、18って感じで増えていく。で、増えていくってことは、どこも足していけばどんどんね、その和も増えていきますけど、いつか線超えるじゃないですか。足していけばもちろん。で、その線を初めて超えるのが第何項まで足した時なのかっていうふうに聞かれてます。で、これはね、もうすごくシンプルに和の公式を使えば、前回の動画の問題は全然簡単です、こっちのが。で、この初項が2、項比が3。で、まあ、項数まだ分かんないんで、n として公式を使っていくと、こっち sn 書いておこうか。sn イコール、項比が3なので、r-1 の方使います。で、3-1 分の初項が2、括弧3の n 乗マイナス1と。これが和だね、公式。で、これね、綺麗に、下が2分のなんで、ここ約分できるんですよ、こうやって。つまり、下行こうかな。3の n 乗マイナス1が、これが和になる。すごくね、シンプルになってくれる。で、これが、線より大きくなればいい。ってことは、線より大きいだから、大なり、線と。あと、これ解くだけです。で、マイナス1、ね、右に持ってくると、3の n 乗、線1となります。で、これはですね、ちょっと2番と今回また比べながらちょっとやろうと思ったんですけど、2番はね、ログが出てくるんですよ。って書いてくれてるの。ログ10の2って。だからつまり書いてくれてるから、ログを使って攻めてねってなってるんですけど、上は書いてない時にね。で、このタイプの問題って、書いてる時と書いてない時があるんですけど、これはね、地道に確かめてごらんって言われてるのかなと。こうやって解くっていうよりも。どういうことかっていうと、例えば、じゃあ、暗算しやすいとかいこうか。3の3乗。これ3、3回かけるから、草24だよね。で、じゃあ3の4乗は、それに3かけるから81。3の5乗は、204、イコールじゃなかった。243。で、3の6乗は、待てよ。これ暗算きっとる。サザン学、3412、729。はい。これ、どう考えても次の3の7乗で線超えるよね。3かけるか、7321で2000も超えそうだもんね。ってなるから、あ、じゃあ7項目で初めて線1を超えるなと。ね。ってわかるから答え、第7項で OK です。ちょっとこの辺アナログな感じがしますけどね、最後解き方がね。でもこれで OK な。まあ、公式を使えば大丈夫かなと。で、それを許さないのが丸2番です。こっちも初項1、項比5って分かってる等比数列で、まあこういう風に書いてる時もあるんでしょうね。こっちにしたんですが、A1 から、まあ、A1 たす A2 たす AN まで。これは初項から N 項までの和って意味です。まあこれと同じです、基本的には。これ上はね、N 使ってないんですけど。で、それが、さっきは1000でしょ。こっち10の50乗です。果てしない、10の50乗は。で、それ以上になるとき、それを満たす同じ最小の n だね。で、ログをうまく使ってごらんというヒントをくれてると。なので、まず、この部分は和です、ただの。上と同じく。だから公式を使って、ね、左と同じで、やっていくと、sn イコール、項比5なので、5-1。で、初項1なんで、1は書かないね。1で括弧もいらないか。そうすると、5の n 乗マイナス1と。これが和になります。で、これが、これを満たせばいいんでしょ？大なりイコール10の50乗。これ間違っても10の50乗計算しなくていいからね。果てしない数字になるから。
で、これ計算していきます、ここから。で、どうするかっていうと、まず分数消してしまいたいので、ここ4分の。だから、両辺に4をかけます。これはですね、どうしようかな。ちょっとこっち攻めようか。4かけると、イコールじゃない。ごめん。5の n 乗マイナス1が残って、これはですね、4かける10の50乗にしといてください。掛け算しなくていいです。この書き方で大丈夫。で、それプラスマイナス1も持っていきたいんで、こうやって移行してしまいます。今この状態。で、こっからね、結論を言ってしまうと、ログ10って書いてくれてるから、まあ、両辺両方、乗用対数を取る。ログをつけるんです。両方に。その時にね、プラス1がちょっと邪魔なんですよ。で、邪魔なので、ここで、こうなってるから、10の50乗、なんでこうかな。お、一応書くか。を満たす。これどうしよっかな。ちょっと待ってね。こっち下の方がいいな。満たす。最小の n を求めれば良いと。はい、これどういうことかっていうと、今ここにね、4×10 の50乗プラス1ってのがいるわけさ。まあ、いくつの数字かわからないですけど。間違ってる。10の50乗プラス1っていう数字があるでしょ。で、その下に、もちろん1小さい数だから、4×10 の50乗って数字が次に来るじゃないですか。まあ、その下だね。1個下に。で、今、この上の四角以上になる。これより上にいてほしいから、でも、イコールが入ってるから、イコールでもいいわけだよ。で、その5の N 乗、こうなってる部分を見つけたいのね。ってことは、別に、こっからイコールを外して、これより大きいところを探しても同じじゃんか。いい。だからこっちに持ってきます。ちょっとずるいやり方にはなりますけどね。で、結局、これをじゃあ探しに行くと。で、そっから両辺にログ10をつけると。で、これはですね、ログの勉強が入るので、ちょっと懐かしいところにはなっちゃうんですけど、こっちログ10の5の N 乗。大なり、一応ちゃんと書くか最初。ログ10の 4×10 の50乗です。で、ログのルールをめっちゃ使いますけど、まずこっち。肩についてる N 乗。これは前に出てくることができます、ログは。だから、N、これね、こっち書いたら分かりやすいかな、逆に。ログ10の5となる。で、大なり。ログ10のこの部分、掛け算になってます。この場合は足し算で分けることができるので、こっちもこっち書くよ。ログ10の4プラス、掛け算はね。ログ10の10の50乗とすることができます。はい。ログのね、動画も撮ってあるんで、もしよかったらそっちもチェックしてみてください。よいしょ。でもって。ああ。消えてもうた。こうだね。でですね、地道に行くか。結局これね、ログ10の5だと使えないんですよ。ログ10の2に持っていかなきゃいけないんで。で、5を無理やり2分の10に変えます。いいですか ?2 分の10。N、ちゃんと書こうかな。入りきれるかすげえ自信ないけど。2分の10。2分の10って5と一緒だからね。無理やり形を変えましたと。で、ここです。ログ10の4っていうのは2の2乗です。4がね。4が2の2乗なので、肩の2が前に出てきます。2、ログ、10の2となる。この部分ね。で、次、ログ10の10の50乗。50が肩になるから出てきます。で、ログ10の10は1だから。この10と10一致してるから1に変わってしまうので、結局、ここは50になります。でもって、投げっていうね。で、ここです。この部分が分数になってるときは、さっきね、掛け算だったら足し算で分けるんですよ。分数、まあ割り算、つまりね、10割る2なんで、割り算になってる、分数になってるときは、引き算で分解ができるので、n カッコ、ログ10の上の10、マイナス、ログ10の下の2になります。で、こう。で、あっちは計算してしまおうかな。これ60の2が 0.3010 なんですよ。で、それをここに入れると、
2×0.3010 なんで、0.6020 になります。で、それに50を足してるから、50.602 で止めとこうか。ちょっと、入らなそうだよね。そうだね。で、止めておきます。で、こっちっすね。60の10はさっきも言ったように1になります。1-60の2、これです。だから、おぉ、待って。0.699 か。1引く、これは。合ってるよね。なので、それに N をかけるから、0.699N 小なり 50.602 と、なんじゃこりゃっていうね、感じになるの。で、あとは N をね、もう求めたいので、両辺 0.699 で割ってください、これ。つまり、50.602÷0.699 を筆算で頑張るっていうね。で、これはちょっとね、入りかねてズルします。さっきやったらね、72.3…、続いていきます。ただ、こんな感じになると。で、結局、N が 72.3 より大きい。それの最小の N なんです。つまり、72.3 より上にいなきゃいけないから、73だよね。つまり、答えは N=73 でしたと。こんな感じで、ぜひね、やってみてください。一応ですね、まあ和の問題の中ではこうログとコラボするやつも結構出てきて、難しい方ですね。確実に難しいタイプの方になりますけど、結構出てくるので、今回ね、一問取り上げてみました。なのでまあこういう風に左でね、和の公式でシンプルに求められるときは全然構わないんです。最後はってね、アナログに確認すれば解けると。でも、62がいくつとか、63がいくつ、65がいくつって書いてくれてるときは確実にログを使って倒しに行かなきゃいけないので、ぜひね、まあ、こんな感じでやってみてください。じゃあ、今回はね、高校数学数 B の等比数列とその和丸6をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、等比数列、これで終了です。で、次回ね、1本だけなんですけど、複利計算ですわ。はい。をね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。